バーナード・パーカーは、南アフリカ共和国、ボックスブルク出身で、元同国代表のサッカー選手。アブッサ・プレミアリーグ・カイザー・チーフス FC 所属。ポジションはフォワードである。2004年より、南アフリカのサンダ・ロイヤルズ・ウルーでキャリアをスタートさせ、2009年に、セルビアのレッドスター・ベオグラードに移籍した。2009年7月 FC。 トゥーエンテに移籍したがこの時二重契約を締結。現在、FIFA の調査を受けている。この権利を証明するには、最低6ヶ月が必要とされている。2011年1月18日に、パンセライコス FC へのレンタル移籍が決まった。2011年夏、母国南アフリカのカイザーチーフス FC へ完全移籍。2009年6月17日の FIFA。 コンフェデレーションズカップ2009ニュージーランド戦で2ゴールを決める活躍をした。これはあくまで隠した相手からゴールを決めたもので、実際は決定力に欠け、スコアレスストライカーと揶揄されている。同年11月からは、ジョエル・サンタナ監督との確執で代表から追放されていたベネディクト・マッカーシー復帰後は控えに降格している。ありがとうございます。